少年、いいか。たった今、異様な反応を感知した。我らの持つメノラ、それに近しい反応と強い悪魔の気配だ。反応のあった地点をマップデータに記録。興味があるならば調査に向かおう。お願いしますよ。天使が倒れている。悪魔の気配だ。ベテルの差し向けた援軍かや？残念じゃが。少しばかり遅かったの。少年、油断するな。恐ろしい力を感じさせる相手だ。この地に集いし天使たちは死んだ。何時もすぐにその後を追わせてやろうぞ。今この時に訪れた己が不幸を呪うがよい。
わらわはジョーカー、参るぞ。これはどう？
いまいましい天使どもかと思えば見慣れぬ相手のようだが。ヤクモ。我が名はヤクモ将兵。すべての悪魔を狩る者だ。小僧、この開港を喜ぶがよい。楽にあの世へ行かせてやろう。わらわの頼みじゃ、ヤクモよ。少し待たぬか。また気まぐれか。わらわを相手に臆せぬ戦いぶり、見事であったからのう。運が悪いな、小僧。次は楽に死ねぬぞ。ひとまず戦いは避けられたわね。でも油断はしない方がいい。知れたこと。メテルは我らの敵じゃからのう。わらわは天地の狭間に暮らす人類を生みし、女神ジョカであるぞよ。隣にいるのはヤクモ。わらわの半身ともいえる存在じゃ。太古より法の神とそれ以外の神々は争い合っておった。じゃが法の神によって多くの神々は知恵を奪われ貶められたのじゃ。それが悪魔と呼ばれる存在の正体。そう、今やその名が示す通りの知れ者と化したものばかりじゃ。一方、法の神の支配を守ろうとあがくベテルもまた無法を押し付けているに過ぎん。故に私は天使と名乗るベテルの徒と悪魔と貶められた古き神々を切らねばならぬ。随分と自分の正義に自信があるようね。理解しろとは言わん。だが俺たちの邪魔はするな。先に襲いかかってきたのはあなたたちでしょう。大それた理想を掲げる前に自分の半身をよく見張っておくことね。見えすいた挑発だな。だが面と向かって俺に立てつくか。貴様らの顔覚えたぞ。おやおや、ヤクモはお主らが気に入ったそうじゃ。この奥に転移装置がある。ベテルが研究しているものと同型だ。それを用いて自らの知る東京へ帰り、その目で確かめるといい。神と悪魔が人に東京に何をもたらすのか。また会おうぞ。お前の顔どこか見覚えが。もしかして俺だよ、太宰一郎。よかった、無事だったんだな。でもその姿どうしたんだ。じゃあ
青髪ってやつと合体してそんな姿になったってわけ？で、そっちの子は？ヒロミネ陽子よ。途中で出会ってここまで一緒に来たの。よかった。君たちも無事にたどり着いていたか。え、アツタ、アツタ譲る？僕も君と同じくあのトンネルにいたんだ。こうして再会できて安心したよ。こうして無事に合流できたんだ。今後の行動は君に任せるよ。頼むぜ。おいおいおい、いやはー、びっくりしたね。ねえ、何、あの悪魔強い。びっくりして隠れちゃった。あ、あんたは探していた相手を見つけたんだ。よかったね。そっか、じゃあこの後はその人間たちと一緒に行くんだね。そっか。ううん、なんでもない。ない、別に寂しくないし、今までだってずっと一人だったし。とにかくここまで連れてきてくれてありがとう。私はもう少しこの辺りにいるから、あんたがまた望むなら一緒についてってあげる。じゃあね、バイバイ。またね。ね、こちらベテル日本支部人造魔人青髪。青髪？数十年前に青髪型は再起動に成功。今から帰還する。なんということだ。すぐに上に伝えてくるからこちらに来てくれ。ターミナルに触れれば転送可能になるはずだ。どうやら本当に我々の知る東京へ帰ることができそうだな。到着だ。ここは東京なのか。ああ、ここは上院大学医科学研究所ベテルの施設のターミナルだ。今の姿一体どういうことか。大天使アブディエル。神が定められた禁を破ったというのか。答えろ小僧。禁を破りし者にベテルは容赦をせぬぞ。お待ちください、アブディエル様。詳しい事情は分かりませんが、巻き込まれただけの民間人にぜひご感情を。聖女か。そもそも神により定められた禁なのです。破ろうとして破れるものではありません。ではこの事実はどう説明する。それについては日本支部で調査いたします。少年の隣に立つのは日本支部の人造魔人、かの決戦にて失われたはずのものです。失礼ながら、あの決戦アブディエル様が指揮を取られていたと聞き及んでいます。
であれば、従軍した人造魔人の無事を責めるのではなく、まずは喜んでいただきたく思います。よかろう。ただし、ナホビノの疑いについては日本支部の責任で調査を命じる。こいえ、なんだよあの迫力。あれが本部の大天使か。みんな心配したんだからね。お帰りなさい。いろいろ説明が必要だよね。会議室までついてきてくれる？どこから話せばいいのかな。あ、でもその前にあなたは？その制服は聖マリナ女子学院よね。私は広峰陽子。事情があり、今は学院には通っていない。彼女には廃墟のような東京で悪魔に襲われたところを助けてもらったんだ。そうだ、僕はベテル日本支部に協力して悪魔に対抗する力を持っている。だが君はどうしてそんな力を？私には昔から不思議な力があって、聖女と呼ばれていたこともある。学院でもその力を見込まれ、悪魔払いの技術を教え込まれていたの。そうだったのか。広峰さん、私も同じなの。私も子供の頃から霊力があって、ベテルでは聖女って呼ばれてるわ。その力を使い、アツタ君と同様に日本支部に協力をしているの。ただそんな話よりも、今はあなたたちが見てきた悪魔の住む世界について話しましょう。私たちが暮らしてきた東京が実は嘘だって言ったら信じる？は？18年前、千代田区を中心とした23区内全土が突如魔界化し、現世から消滅した。1000万を超える都民もその生を終え魔界に消えたわ。何を言っている磯の神。僕らは今まで東京で暮らしてきたじゃないか。あれはどういうことだ？そう、それこそが神の奇跡。消えた東京の土地と住民を何の疑いも持たれないよう再現した。18年前の神の奇跡。俺たちが今まで暮らしてきた東京が嘘？そんな。本当の東京は悪魔が住む魔界と化した。そして悪魔たちは人の魂を奪おうとして、私たちのいるもう一つの東京を襲ってきているの。それを防ぐために戦っているのがこの少数精鋭の極秘組織、ベテル日本支部だ。聖女からの説明は終わったか。改めて我らの戦いに巻き込んだことを謝罪しよう。おじさん、どっかで見たような。私は小清水、ここの責任者であり日本国内閣総理大臣だ。
日本支部トップの小清水長官って同姓同名じゃなく本当に小清水総理のことだったんですか？うん、篤田君も無事戻ってこられて何よりだ。東京の真の姿を知った君たちにはこの世界の真実を伝えておこう。世界の裏側では秩序と混沌が対立している。法の神と混沌の悪魔が戦いを続けているのだ。悪魔たちは人を襲い魂を奪おうとする。隙を見て魔界から現実へ侵略しようとする危険な存在である。その悪魔に対抗し東京を守るために戦う。それがベテルの日本支部、すなわち我々というわけだ。しかし悪魔の攻撃は激しく手が足りていないのが実情である。磯野上君や篤田君といった学生の手を借りるほどベテルの力は足りていない。話は聞いていた。君が聖マリナ女子学院の悪魔払いか。あそこは本部の管轄だったが、話は通しておく。その力東京のため役立ててくれないか。総理、それって俺にもできますか？東京を守ることかね。ああ、それやりたいんだ。ラザイ君。俺落ちこぼれでいつも人に迷惑ばかりかけてて、でもそんな俺でも優等生みたいに人の役に立てるならやってみたいんだ。ありがとう、君の勇気に感謝を。君について連絡は受けている。青髪と融合した君にも協力を求める。悪いが選択権はない。ありがたい。そしてヒロミネ君もだ。悪魔払いの力を貸してもらいたい。任務において彼と同行できるなら協力しましょう。問題はない。ではよろしく頼む。心臓魔人が無事に戻ったのは喜ばしいけれど、人間と融合だなんて前代未聞ね。青髪製造には私も関わっていた。後でいろいろと調査をしてみるつもりだ。青髪、これから君の記録データを調べたい。この後研究施設に向かってくれたまえ。了解。他の者たちは後日改めて話がしたい。今日は帰ってゆっくり休んでくれたまえ。はい。それから篤田譲、今回魔界から無事生還したこと称賛に値する。悪魔召喚の腕も上がっただろう。今後はより強力なものを仲間として授けよう。はい、ありがとうございます。東京を守るとかってすごくね。俺なんかが学園の有名人と一緒に戦えるんだからな。俺が落ちこぼれたのって自分に自信が持てないからなんだ。俺の家は離婚こそしてないものの両親が不仲でさ、俺はいつも正解を探してた。父親の言いつけを守ると母親が怒る、母親の言いつけを守れば父親が怒る。そのうち正解がないことができなくなった。だけど悪魔から東京を守るのは絶対に正しいことだろ。迷わず自信を持ってできるよ。とにかくお互い無事でよかった。これからも一緒に東京を守るため戦おう。
ここがベテル日本支部。私たち東京に戻ってこられたのね。魔界から帰れてよかったわ。ありがとう。そういえば、私がベテルの関係者だってこと、黙っていてごめんね。君を巻き込みたくなかったの。まさか事態がここまで深刻になるとは思わなかったから。明日も学校だし、そろそろ帰りましょう。そういえば彼女は？私もそろそろ失礼するわ。また会いましょう。ああ、こんにちは。そうね、ありがとう。知っているか？この世界は神々の中で選ばれた王が生み出したこと。王となった神は己の知恵を用いて新たな世界を創生するのが定めだった。だが神々が持っていた知恵は切り離されて人の魂へ入り込んだ。神々は創生ができる体へと変えられた。それを成したのが創造主。王座に法と秩序をもたらした神だ。法の神により生み出された世界で人間は発展し暮らしている。だがそんな世界は秩序という名の檻に過ぎぬ。遥か太古では人はより自由であった。古き神の姿であるナホビの世、王座に最も近き存在よ。真に正しき世界とは
いかにあるべきか。お前はそれを知らねばならぬ。生意気。でもあの人を見下すような態度がいつ崩れるのか楽しみだね。もういや、どうして私があんな目に遭わないといけないの。あんな連中いなくなっちゃえばいいのに。誰？あ、先輩、昨日のことお兄ちゃんから聞きました。あのあとタオ先輩が戻ってきたので一緒に帰ったんですが、いろいろと兄を手伝ってくれたみたいでありがとうございました。そういえば先輩、今日の放課後ってお時間あったりしますか？そのちょっと先輩のお力を借りたいことがあって、この前タオ先輩が話していた夢の話覚えてますか？あれを聞いて思い出したのですが、私も小さい頃不思議な夢を見てました。異国の王子様が私を迎えに来る少しだけ恥ずかしい夢です。あ、でもさすがに白馬じゃなくて空飛ぶ月の船に王子様は乗ってました。その頃好きだった歌のアニメの影響かな。それにあの夢を見た日は決まっていつもより少し体調が良かったり、そんな話を思い出してからというもの、なんだかあの王子様が頭から離れなくて、それで思ったんです。あの夢はただの夢じゃなくて正夢とか予知夢みたいなものなんじゃないかって。何か私にとって大切なことを知らせるような、でも私そういうの詳しくないからよくわからなくて。確かうちの学校にはオカルト部みたいなものがありましたよね。もしそこの部員さんと知り合いだったら話を聞いてみてもらえないでしょうか。体調を崩してしまって学校をしばらくお休みすることもあるので、何か分かったときは早めに教えてくれると安心です。頼みを聞いてもらった上に申し訳ないんですけど、どうかよろしくお願いします。
おはよう。やっと日常に帰ってきたって感じ。実はあの後ベテルに残って悪魔召喚プログラムってやつのレクチャーを受けたんだ。どうやら俺って筋がいいらしくて、ベテルの人たち驚いてたよ。これからは俺も悪魔と戦えるぜ。悪魔から人を守る、これは正しいことだよな。だから俺は迷わずに行動できるんだ。呼び止めて悪かったな。じゃあな。よろしくお願いします。突然だが、このクラスに転校生が来ることになった。広峰陽子さんだ。広峰陽子です。よろしくお願いします。今日からこのクラスの一員だ。みんな何かあったら助けてあげてくれ。では今日はこれまで。キリッツ、ありがとうございました。あなたに協力しろという指示ですぐ転入することになったの。こちらこそ、あなたと青髪には期待しているわ。私も、私が持つ力をあなたと共に役立てるつもりよ。せっかくだから一緒に下校したいところだけど、転校の手続きで先生に呼ばれているから。それじゃ、またね。相談したいことがあるんだけど、いいかな？ありがとう。でも学校ではちょっと話せないから、夜に寮の屋上に来てくれる？お願いね。先輩。いいえ、私は大丈夫です。さっき五木島先輩の手当てをしてたんです。校医の先生がいなかったので私が手伝ったのですが、先輩って五木島先輩の怪我の理由を知ってますか？ここだけの話なんですけど、なんだか殴られたり蹴られたりしたみたいな。
五木島先輩、大丈夫でしょうか。五木島先輩、大丈夫でしょうか。お互い昨日は大変だったね。あの後太宰に悪魔召喚を教えたんだ。そうしたらあっという間に覚えてね。ベテルも協力者が増えて喜んでいたよ。ただ僕としては素直に喜べないよ。だって彼は今まで平和な日常を過ごしてきた一般人だったんだ。それなのに僕はそういった平和に過ごす人々を守るためベテルに協力していたんだが、彼を巻き込んでしまった。いや、太宰だけじゃない、君もだ。自分にもっと力があれば君たちの日常も守ることができたかもしれない。そのためにはこれからも努力を重ね悪魔を狩れるようになるつもりだ。新しい仲間も増えたことだしね。互いに東京の平和を守るため頑張るとしよう。呼び出しちゃって。お、鋭いね。そう、五木島沙織、私の友達。ううん、親友のことなんだ。沙織ね、いじめられてるみたいなの。前は彼女、私と同じラクロス部で活躍するすごい選手だったんだ。だけど去年事故で怪我をして部活を辞めることになっちゃったの。それからだよ、いじめが始まったのは。元部員の逆恨みかな。沙織の作った厳しい練習メニューが嫌で数人の部員が辞めていったことがあったの。沙織はチームが強くなるために頑張っていたんだけどね。どうすればいじめや嫌がらせを止められるかな。沙織、私を避けてるの。でもそれで諦めちゃダメね。明日また話しかけてみる。話しかけてそれで解決になるの。ヒロミネさん、ごめんなさい。盗み聞きするつもりはなかったんだけど、つい。ああいいの、こちらこそ気づかなくて。
お邪魔したわね。私、もう行くから。あの、さっき言ってたこと、ヒロミネさんは何か別の考えがあるの？よかったら教えてほしいの。先生に相談するとか、一緒にいるとか、そんなの意味ない。え？そういう遠回しな手段では、五木島さんには届かないってこと。虐げられている人に必要なのは、直接的に自分を助けてくれる手なの。磯の神さんは、その手で彼女をいじめる子たちを殺す覚悟がある。殺す？待って、私はいじめを止めたいだけで、そんなこと沙織も望んでないよ。いいえ、それこそ彼女が望んでいること。誰も助けてくれない中、被害者が心の奥で望むことはただ一つ、加害者への復讐だけ。ヒロミネさん、ごめんなさい、部外者が言うことじゃなかったわ。あの、聞いてくれてありがとう。私、もう少し考えてみるね。